学習障害は単一の障害ではなく様々な状態が含まれる。医学、心理学、教育学の分野にまたがって研究が進められ、それぞれで若干概念が異なっている。バランス感覚を書き、体の協調運動の困難を併せ持つ子も多いため、リハビリテーション医学の分野でも研究が行われている。種類には、読解、数学、書き取りなどがある。有病者は、 イギリスでは150万人。イギリスでは学習障害看護という学習障害の当事者やその家族を支援する専門分野が看護学の中に立ち上がっている。日本では旧文部省が1999年学習障害を定義している。学習障害とは基本的には全般的な知的発達に遅れはないが、聞く、話す、読む、書く。 計算するまたは推論する能力のうち特定のものの、習得と使用に著しい困難を示す、様々な状態を指すものである。学習障害は、その原因として、中枢神経系に何らかの機能障害があると推定されるが、視覚障害、聴覚障害、知的障害、情緒障害などの障害や、環境的な要因が直接の原因となるものではない。また、 アメリカ合衆国の連邦合同委員会が出した定義もよく知られている。学習障害とは、聞き、話し、書き、推理する能力、算数の能力を取得したりするのが著しく困難な様々な問題群の呼び名である。そのような問題は、生まれつきの中枢神経の働きの障害によるものと考えられる。学習障害は、他のハンディキャップや、 不適切な環境からも生じるが、そのようなハンディキャップや環境から直接生じるものではない。文中の精神地帯は今日、日本では一般に知的障害と呼ばれるものであるが、原文通りに訳した。LD は言語性 LD と非言語性 LD に大別されていたが、高機能自閉症やアスペルガー症候群等の高機能後半性発達障害の位置づけの明確化や、 オプトメトリストラによって、視空間認知の問題が整理にされるに従い、二つの、対別の仕方は用いられなくなってきている。ICD-10 では、学力の特異的発達障害と呼び、特異的独自障害、特異的所持障害、算数能力の特異的障害、学習能力の混合性障害、その他の学習能力発達障害、学習能力発達障害詳細不明に、 細分されている。DSM4TR では学習障害と呼び、酸水障害、独自障害、所持標質障害、特定不能の学習障害に細分されていた。DSM5 では、限局性学習症、限局性学習障害と呼ぶ。DSM4TR で細分していた障害は、包括され重なる病態として、再定義された。 原曲性学習障害の位置形態となり、読み書き、計算という領域を示す識別語を付加して示されるものとなった。また重症度を軽度、中度、重度の3段階に評価するようになった。LD の子は全体的な能力で劣っているのではないので、高校、大学への進学もケースにより可能であり、こうした子供たちの人権を擁護する団体もある。 障害に合わせた支援があれば十分に習熟、卒業が可能である。2000年から日本 LD 学会が学会認定資格として LD 教育士という資格を設けたが2005年度より資格認定協会を独立させ特別支援教育士と名称を変更している。資格認定協会は法人化の動きもある。学校教育では2006年4月1日より 通級の対象となり、2007年4月からは特別支援教育の対象にもなっている。しかし、視覚障害、聴覚障害、知的障害、死体不自由等障害などと比べて対応が遅れている。LD の子供たちが適切な支援教育を受けられる環境はまだ十分に整っていない。ありがとうございます。